マイまな板にマイ包丁、それに秋のエプロンも持ってきてやったぞ。さすがみどりさん。お、フォアグラかまぼこが2つ。あ、もしかして秋もこれ買ってきたのか。まさかみどりさんと被るとは思わなかったんです。下にあるのがみどりさんので、上が俺が買ってきたやつです。なんで俺のを下にしてんだよ。俺が買った方を上にしとけ。俺のが上です。秋、俺が上司だぞ。俺の言うことを聞け。仕事は今関係ありません、横並びにするとは。先輩、お見事。本格的に腹も減ってきたし、みどり様特製のロールキャベツ作るか。俺も一緒に作るんですから。黄緑特製ロールキャベツです。だったら緑黄特製ロールキャベツだ。俺の名前が先だろ。もう分かりましたよ。黄緑の方が響きがいいけどな。ほら、君も秋もエプロンして始めるぞ。あ、そうだ、秋のエプロン、驚くなかれ、いや驚け、なんとハリネズミのイラスト入りだ。めっちゃかわいい。なんで、みどりさん、秋、よく会社でネズミの話してるだろ。この前たまたまこのエプロン見つけたからさ。お前が料理好きなのも知ってたしな。マジっすか、みどりさん神だろ。せいぜい俺を崇めるんだな。ありがとうございます。